ヘイヨー、ケンツメシ絶賛お久しぶりです。というわけで、久しぶりに動画を上げていくんですけども、まず早速ね、雨で外びっちゃびちゃで、もう夕立っていうかな、それの中帰ってきたんでびっちゃびちゃなんで、ちょっといつも通り変なんですけども、前シーズンの振り返りということで、ケンツメシの前シーズンの結果こちら、バン。グローバル257位フィニッシュの、6331で終わりという結果になりました。縦画面の方は下に概要欄貼ってるのでお願いします。今日ね、ちょっと動画長めになるんで今のうちに通りと言ってください。で、でも一つ言いたくて、俺最後に動画出したのは6300届つって動画だったと思うんですけど、まだ見てない方はね、前の動画から見てほしいんですけども、こちら今縦画面、横画面の人出したんですけど、横画面の方出したんですけど、これあれなんですよ、俺。シーズンの中盤、グローバル21位まで行ったんですよ。6336でグローバル21位まで行って、その時はジャイハンター・ディガーのデッキだって、で、こっから俺、確か展開がこの時1桁だったんですよ、世界。なんで、展開目指して1桁行って動画撮ったら思ったんですよ。なんだけど、こっから沼っちゃって、で、その後どうなったかっていうと、ちょっと待ってくださいね。その後どうなったかっていうと、画像出すので、しばしお待ちを。どこだっけな。その後、こうなりました。はい。ケントゴールもゴールも間違ってるんですけど、その後、5762の2040位。これ昨日っすね。昨日もここまで落ちて、もうやべえと。だし、プロリーグの試合見た方はわかると思うんですけど、プロの試合も負けちゃって、すげえメンタルやべえなと思って、すごい本当に悔しい思いをして、でも逃げちゃダメだなっていうことで続けてたんですけども、それで、今回ね、こちらの、横画面の方は左下にあるんですけど、こちらのゴーレムデッキで、トロフィーをあげました。で、これ見てもらえればわかると思うんですけども、まあ、これに勝ち勝ち、負け負け、負け負け、勝ち負け、負け勝ち勝ち、勝ち勝ち、勝ち勝ち負け、この試合あれだね、この試合、展開昇格戦で負けて、次勝ってもう一回展開リーチ行って、ここ引き上げ。DJ こう、プロプレイヤーのこうで、まあ、相手に合わせるんだよね、引き上げとか。で、引き上げで、次このラバルに負けて、また展開逃して、次勝って、また負けて逃して、勝って、また負けて逃して、負けてでおしまいと。展開リーチが4回ぐらいかな、あった中で、まあ、負けて物にできなかったかなっていうところと、まあ、あと、シーズンの最後にトロが戻ってね、時間がもうなくなっちゃったんで、まあ、そういった意味でも悔しいんですが、ちょっとね、立ち回りを見つけることに成功したんで、ゴーレムの。今日はね、そのリプレイ解説をしていきたいかなと思います。で、リプレイ解説していくんですけど、ちょっと、そうですね、ちょっと待ってくださいね。今日ね、一つ話したいこともあって、ケンツメシがゴーレム使いなのかどうかみたいなっていうところの話をしていきたいんですけど、じゃあまずね、このスケルトンラッシュのやつから見ていこうか。あれですよ、しっかり展開し、負け試合も見していくので、まあって感じでやっていきます。これね、ロードスインですね。これね、クラロワ用じゃないんでね、こっちの端末は。こっち画面の方を見ていこうかな。さあ、これ、スケルトンラッシュ相手との試合で、ゴーレムって、重撃草溜まったらすぐユニット出すっていう動き方をすると絶対負けるんですよ。で、大事なのが、相手のなんかね、ケツアイゴレとかも無視して、相手のメガゴとかも無視するレベルじゃないと、このゴーレムってエリアドで勝つデッキじゃなくて、まあ、エリクサーポンプあるやつはエリアドで勝つんですけども、ゴーレムって役割のデッキで、カード1枚1枚にその役割があるんですよ。ダックプリだったら陸受けと複数攻撃、ランバーだったら大型受けと、まあ攻めの、アタッカー、ってところ、トルネは防衛と攻めの2つあって、ロケットは防衛でも使えるし攻めでもある。メガゴは対空、ベビドラの対空みたいな感じいろいろあるわけですよ。それをこう、迂闊に割いちゃうと、うかつにそれを割いてしまうと、もうその後ね、ご利用される。例えばの例なんですけども、端前に槍馬が来て、初手、そこにダックプリボン出した後に、相手がケツからダックプリで受けてきて、そこにギャング追加されたら、俺も陸受け、ランバーしかないんですよ。で、ランバーは、そういう、複数のユニット一気に受けれないので、そこで、ランバー出しちゃうと次は、端前のジャイプリンスが止まらない。っていったような感じの、役割が、それぞれ与えられると。正解は、端前槍馬ガン無視。ガン無視して、せっかく相手がニエギクサ使ってくれたんだけど、ガン無視して、それでもニエギクサ待つんですよ。待って、ゴレ、じゃあ、ジャイ後ろから出せるようになって、そこに対してユニット当てていく。
で、もちろん手札事故とかで、そう、理想の形ができない時はあるんで、そうなったらもう、まあ、理不尽に負けてしまうこともあれば、立ち直れるっていうこともね、あるかなっていう感じです。この試合確かに1分まで、待ってからっていう感じです。今日マジで動画長いんでね、ちょっとよろしくお願いします。で、こう待ってくるときは、まあ、ゴールデッキはマッツに越したことなくて、特に俺のデッキの場合、ポンプがないんで、まあ、2倍タイム入ってから、やるといいかなっていうところでやっていきます。これ、メガゴ来て、なんかラバルかな、ジャイかな、ゴルかなと思ったんですけど、逆線にダクプリ。これ、動作流しに見ないんでね。で、これは俺手札にゴル欲しかったんで、それ回すための、ダックリですね。で、これ、相手スケートなしですね。まずはランバーで前から溶かしてあげて、後ろはベビドラとメガゴで処理。で、ここで俺はゴレ追加します。で、これ、いい感じにカウントの形できるかなと思ったら、レイジでね、ベビドラがシャシャるっていう。でも、これ、いい感じにカウンターできました。で、これ、ファルチェ。あっちけど。これでこういう使い方できるんで、これでまあ、ロケットをファルチに打つのと一緒の役割。まあ、ゴレはその相手の防衛カードさえ処理できればいいし、スケルトンラッシュのデッキっていうのは、まあ、ファルチに防衛ね、依存してるっていう、弱点がありますので、そういったところで、しっかり処理してあげることによって、まあ、フチパイセンもにっこりといった、感じになっております。こんな感じでスケルトンラッシュの、試合は勝ちです。まあ、相手としては、2倍タイム入ってケツゴレ俺が出して逆サインスケラで勝ちたいとか、そんな感じでしょうね。2倍入って最初にケツゴレはマジでしないですね。マジでね、ヤンキー、運ゲーです。運ゲーなんで。で、これ、ここら辺は結構、この三重子はポンプなくて、ポンプ相手に初手置かれて、こっちロケットとゴレなくて、で、その後にこうなんかしょうもない巻き方をしてしまったっていうところです。で、その後のジャイのやつも、結構そのサイクルですね。最初のダックプリティが出しちゃったっていうのがあって、次これ、ゴレ戦を見てほしい。このゴレ戦、俺ね、ゴレめっちゃ当たってない。多分ね、フレンドから見てる方はわかると思うんですけど、俺ゴレに負けてないんですよ。ゴレ vs ゴレの勝率めちゃくちゃいいんで、それをね、徹底解説していきたいと思います。まずこの勝利ガン待ちですね。ただ相手ポンプあるんで、これはまあロケットですね。まあ、ゴレとロケット。相手にポンプ置かれたら、ゴレ出すかロケット打つかなんですけど、どっちがいいかっていうと、俺は結構ポンプにロケット打つタイプです。で、ポンプ置かれてゴレ出した時のメリットって、まあ相手が三重指摘とかの場合は、ポンプ置いてゴレ出されると、まあそのゴーレムの受けに対して、まあガゴ群れか、三重しかないわけで、でゴレデッキにはね、ベビドラって大体入っているものなので、ガゴ群れで受けれないなと思って相手が三重指固め出して防衛してくるんですね。そこにロケットバーンってぶち込んで、一本ね、折るっていうのが、まあ、メリットですね。ただ、相手のポンプ見ただけで、30しかなんてわかんないんで、そこで運ゲー持ち込むと、負けた時にそれが言い訳になっちゃうんですよね。相手が、ねえ、みたいな、その30しだったらいいけど、みたいな。そうそう。そこで、あれだ。相手ポンプをかけてゴレ出して、相手がゴレデッキだったら、相手がポンプゴレだったら、こっちのゴレをユニット防衛してその後カウンターで繋げてくれるし、エリクサーポンプによってのアドバンテージで、もう、後半絶対相手が盛り返してくるんでね。で、これちょっと今、しらっとやったんですけど、ゴレベビデラの方作って、そこに対処してくるユニットを抑えてくるときに、逆サイに、ダックプリ流すのが有効ですね。ゴレデッキなんで相手。で、これ1本折ると。で、この時点で、あ、剣詰めし勝ったなって思う人は甘いです。こっから、ポンプゴレって盛り返してくるんですよ。で、ここはとりあえずランバで防衛。で、これ仮に例えばですよ、相手がザップとか手札サイクルあったとして、ランバ処理されても、このレイジメガゴは無視ですね。うん。で、ここはしっかりとポンプにロケット打ってきます。で、これでエリクスアドバンテージ相手に1ぐらいかな、もらわれてるんですけど、こっからがね、ゴロはしんどいです、実は。こっちロケットゴロなんで、相手トルネザップのゴロなんですよね。なんで相手の方が早いんですよね、回転が。なので、相手が後衛つけてきて、一回ゴレ同士やった後に、絶対二周目ゴレで後衛の勝負になります。これはね、見たらわかると思うんですけど、そこでの立ち回りを、今ね、ちょっと解説していきます。で、ゴレ同士の戦いで絶対やっちゃいけないことって、相手のゴールもトルネードでキングにすることですね。これは絶対やっちゃダメです。残った後衛によって絶対処理されちゃうんで、ベビドラトルネで絶対セットで使うっていうのが、強いです。で、まず、ベビドラ出して、相手のゴールも溶かす感じですね。大体トルネ。これね、トルネで、手前に引っ張られることもあるんですね。まあ、そうなった時は、まあ、相手ユニット操作してくれるんですけど、こんな感じで相手はね、トルネでこっちユニット奥にやってきて、そこから2体目ゴールでやってきたんですけど、こっちもね、それ合わせてたのでよかったです。で、これパッと見やばいんですけど、ユニットの量は。残った範囲攻撃プラス、このね、ベビドラトルネが自陣だと、こう、アドバンテージ取れるんですね。めっちゃ鉄壁の防衛してくれるんで、こんな感じで相手はもうトレネザップなので処理できるっていった感じで、まあ2体目ゴレ来ることをしっかり予想しないと、まあ変なプレイをしてそのまま持ってかれてしまうっていうことも
多いかなといった感じです。で次はゴールやってラバル、あーこのラバ戦もいい感じの形組めたんでちょっとぜひ見てほしいです。で最近はねギャラクシー端末でやってるんですけど、ギャラクシーってなんかねサイズ違うんで iPhone となんかパソコンに繋げないんですよね。その専用のあのケーブルがないっていうのもあるんですけど、これ相手ショットラバ出してきたっけな、確かね待ってきたんですよね。でほんまに待つ、ギャング来たらウッド打つし、まあでもな、ハシマヤリゴブ来たらウッド打ちたい気持ちも分かるんですけどね、やっぱ打たない方がいいんですよね。うん、絶対待つって感じですね。比較的ゴール的やっぱ待つ時が多いのと、今ねやっぱカウンター環境、相手がユニットとしてそれをカウンター防衛したからのカウンターがやっぱ強い環境なんで、ゴール意外と待ちやすいのかなと思います。ただ2倍入った瞬間にゴールズンシャーンってケツ出して逆サイにジャイプリンスダーン出されて、キング無視、キングまで無視したらキングまでという火力出されて、それ防衛しなきゃいけなくて勝つみたいなねことされると結構しんどいので難しいかなーって思います。ゴールは本当に出すだけじゃないっていうのをね痛感させられたかなっていうのと、まあこのねシーズン終盤で練習することができたかなっていうところで、まあ良かったかなと思います。でちょっと早速ね今日話したいことを喋っていくんですけど、この隙にゴール使いかどうかみたいなっていうところなんですけども、あのね最近言うんです、剣詰めしマルチでゴール使わんなとか、ジャイとか浮気してるなとか、バルーンに浮気してるなとかいう言い分も俺わかるんですよ。わかるんですけど、一つ言っとくと、なんで俺がこう YouTube のアイコンとかゴーレムとか Twitter の ID ケントゴーレムにしてるかっていうと、俺の始まりってゴーレムなんですよ。原点がゴーレムで、そのゴーレムのおかげで有名になることができて、まあいろいろ失敗した時もいっぱいあったんですけど、アジア大会とかでもゴーレムを使ってこう勝ち切るとかっていうところ、やっぱ得意なデッキには変わりないかなっていったところで、なのでまあ剣ついたらゴーレムっていうその、なんだか象徴っていうのを俺はね、大事にしてる感じです。で、なんでゴーレムマルチで使わないかっていうと、単純に他のデッキが練習したくて、結構マルチユニゲで仕上がってきたんで、他のデッキが手出せるようになって、で、なんですかね、前までは俺ゴーレムで勝つことがかっこいいと思ってて、デッキこだわってる俺かっこいいなって思ってて、あ、ごめんなさい、ちょっとこれラバルなんですけど、ちょっとすみません、あのベビドラ出すと、この位置に出すとバルに貫通してブレスが当たるんで、2発当てるとロケットで処理できます。これこんな感じで、ゴーレムで勝つことが俺かっこいいことだと思ってました、マジで。でも別に今も思ってますよ。なんですけど、この先やっぱ勝たないとかっこよくないんですよね。いや、わかんない、負けてもあのかっこいい人もいるかもしれんけど、勝たないとやっぱかっこよくないっていうところとか、プロっていうのはやっぱ結果で見られるんですよね。やっぱ勝って当然みたいな、どんだけ、例えばですよ、例えばですよ、この間のポノススポーツとの試合なんですけど、まあ俺バースライキ・ジョーンズさんでやったんですけど、ライキ・ジョーンズ選手でやったんですけど、ちょ、一旦待てよ。これ、トルネで、バルーンだけ吸って、こんな感じで。で、このガゴにメガゴがタゲ取ったのはラッキーなんですけど、ランバーで受けれるし、みたいな感じで。処理して、ロケットフィニッシュみたいな。トルネこれが強いね。一発もらってから受ければいいかなっていう感じです。で、話戻るんだけど、ライキ選手との試合とかもそうなんですけど、1戦目遅延ホグを使われて、で2戦目三種の神器を使われたんですよ。で俺すげえめっちゃ苦手なデッキトップ2だったんですよ。でもうおそらくみかんさんとかフチパイセン含めてその研究してきたんですよね、俺のことについて。まあラットとかにも他にもメンバーにももちろんそうなんですけど、うまくデッキ選出されたなってところで、でバンカードはバンルールなんで、そのなんですかね、クロスボウを封じて残った俺の武器っていうのはゴーレム、ジャイ、バルーン、まあ100ポイズってペッカとかですかねっていうところなんですけど、やっぱねそこに対して弱点が一貫してたんですよね。でうわしてやられたなっていうのが素直な感想だったんですけど、例えばですねゴーレムめっちゃ得意みたいな、で身近な存在で言うとやっぱこうデトネーションゲーミングのコウ選手はゴーレムすげえ得意で、まあ、自作のゴールデッキでマルチからやってるじゃないですか。ただバンピックルールだとゴーレムをバンした後やっぱコウ選手は他のデッキゴーレムほど使いこなせるわけではないじゃないですか。でそこでラットがうまくデッキさせて勝利した部分があったんですけど、
こだわりを持つのは俺すごいかっこいいことだと思うんですけど、勝たないと話にならんんですよ。ただゴーレめっちゃ、ゴーレ俺誰にも負けねえ、世界最強だっていう人、誰もが認めるゴーレ使いでも、ペッカに、ザッピーに、例えばミニペに、インフェにみたいな、積まれて、本当にそれのデッキだけを集中狙いしたメタデッキは、100勝たないと、もしかしたらひょっとしたら勝てるかもしれないですけど、可能性的にはしんどいかもしれない。わかんない、そのコメント欄で。どんなゴーレ使いでも、ペッカに、どんなペッカデッキでも勝てるゴーレ使いやるよ、みたいな。それはもちろんありますよ。そのデッキのサイクルだったりとか、その時の調子にもよると思いますし、相手のミスもあるかもしれないけど、確率的に言ったら渋いじゃないですか、やっぱり。で、ゴレ使ってて、相手がそんなにペッカで組むんだったら、バルーン使って逆にそれをかもろうかなとかっていう考えが生まれてくるわけですね。で、俺の中で言うゴレ使いっていうのは、相手にゴーレムを使わせると思わせたら俺勝ちだと思ってて、剣爪しか、ゴーレム使ってくるかなっていうのをイメージ入れとけば、まあ、大型受けを入れたりとかするじゃないですか。少なくともゴーレムに弱いデッキは俺使わないと思うんですよ。まあ、裏の例を書いててはあるかもしれないですけどね。その中で、なんかね、なんだろうな。相手にゴーレム使いだ、相手、あいつゴーレム使ってくるなって思わせるっていうのはやっぱ俺それすごい強みだなと思ってて。で、ラットとかも三重視、三重視使いってイメージが多いじゃないですか。しかもヒール三重視とか。みかんさんみかんバルーンとか。そういう、やっぱこう、なんですかね。特定の武器があると、相手はそれによってこう、まあ、マインドコントロールってイメージがつくっていうかわかんないですけどね。そういうのが結構生まれるわけなんですよ。なんで俺はそれで、ゴーレムってイメージ相手に植え付けさせてる時点で俺結構、満足じゃないですけども、まあいいのかなっていう気ではいますと。で、なんで、マルチでゴーレム使わないかっていうところは、それ俺の、理屈だと、ただ、ゴーレムを使いたくないとかじゃなくて、いろんなデッキを使いたいんですよ。せっかくユニレベ完走して、次ゴーレム戦に行きます。せっかくユニレベ完走して、使えるデッキも広がって、他のデッキ使いたいのは当然だし、例えばジャイディガーとか使ってて、ゴーレムキッツってなるんですよ。あの、6336から巻き込むゴーレムなんですけど、このデッキでゴーレムに勝てんな、みたいなのがあるわけなんですよ。で、逆も渡しかけて、俺がジャイディガー使ってる時、ゴーレムに勝てないのに、俺がゴーレム使ってる時、ジャイディガーに負けるんですよ。それは、俺が下手なのもあるかもしれないし、相手が上手いのかもしれない。だからその、どのデッキにも、やっぱ使ってみて分かることとかもあるんですよ。俺は、例えばクロスボウ使う時は、ゴーレム相手にはすごい勝率高いです。ゴーレムが下げたら嫌なこと分かってるし、みたいなっていうところ。で、俺は、今ここで言っとくと、ゴーレムでトップになりたいんじゃなくて、すべてのデッキを使って、トップになりたいんですよ。すべてのデッキ使って、それぞれのデッキの弱点とか、そういうのをしっかり見出して、すべてを分かった上で使いたい。そうすれば、このデッキで、ゴーレムにされたら嫌なこととか分かるわけです。俺が例えば 2.6 ホグ使って、ゴーレムに殺されたら嫌だな、みたいな立ち回りが見えてくるわけじゃないですか。負けて、学んで。俺がゴーレム使うとホグに負けるのに、なんで俺がホグ使ったらゴーレムに負けるんだろうっていう。単純にそこで、お前が下手だからだろうって終わらせる人は、もう、興味ないです。それはどうでもいいです。そこで、じゃあなんでだろうっていうところで見返して、あ、ここが甘いんかみたいな。ということは逆にここを狙いに行けば、ゴールのワンチャン勝てるなみたいなのが見えてくるわけなんですよ。それが俺したいかなっていうところです。確かに、ゴールで戦ってる剣爪が好きだって方も多いと思います。俺もゴールで戦うの好きです。なんですけど、今後はより、なんですかね、幅広いデッキで、いろんなデッキがある中で得意デッキがゴールですっていう、胸張ってるような、剣詰めしていたいかなと思います。なんで常日頃からそれだけを使い続けるとかは俺ないと思ってて、これ相手リーク受けないんでダックリ刺さります。んでそのね、なんだろうな、わかるんですよ。その何々使いとかっていうのはあるし、そこに誇りを持ってほしいのもわかるけど、俺はそのさっきちょっと先を言って勝つことを前提にいろんなデッキ使ってクララっていうもの自体を知りたいですね。うん。でもその中でやっぱり俺を有名にしてくれたってところとか、シンボルマークやっぱゴーレムでは変わりないのかなって言ったところで、俺より例えばゴーレム使って結果出してる人も多くいますよ、現時点でマルチでは。わかるんですけど、そこと比べるものじゃなくて自分の中でどう成長するかっていうところが大事かなっていうふうに思いますね。これロケット防衛。これ強いね、ロケットはこれが強いですね。で、あとは、ゴーレムデッキはね、瞬間的に溶かすわけできないんで、こんな感じでフィニッシュ。
まあ途中のダクプリ、あれはね、相手がね、ランバーとか出して、陸受けないってところで、パーッと出すと、ゴレを出すエリクサもないしって感じで刺さります。うん、で、結局何が言いたいかってところになると思うんですけど、俺が例えば、ジャイでグローバルトップ取ってフィニッシュするとするじゃないですか。仮に。あいつゴールムするな。そんなんじゃないんですよ。なんやねん、お前誰やねんって話なんですよ、正直。お前なんなんみたいな。定義はなんなんみたいな。何をどんだけ使ったら、何々使いかっていうの、どうでもいいんだよ。正直。うん。それ価値観の違いっすね。それはね、まあ、なんでもいいと思う。俺は何々使いでいたいとか言っていう人もいると思うんですけど、俺は違う。うん、先に言っとくと。うん。これ、初手待ち。熱くなってくるね。で、これ、アイゴレに、メガゴレ出してるんですけど、これ出さない方がいいです。この試合は勝ってるんですけど、これで負けてる時もあります。例えば、これで、相手、アイゴレの後ろにメガゴつけてきて、で、逆サイドにバルーン流されると、俺これ受けれないんですよ。ロケットしかないんで。バルーンは止まるけど、アイゴレメガゴは止まらんみたいな形になるんで、リスキー。で、これ、ウッド使います。もうどこに打ってもいいんですけどね。で、これ、ベビードラでとりあえずメガゴタケ取って、このアイゴレバルーンはロケット。まあ、7ギに対して6ギは美味しいかなっていう。まあでもアイゴレ4ギで処理したから実質トントン。まあしかも、ボスキにウッド打った分でエリアードを取られてるんですけど、まあまあ。相手の主軸を抑えれば、まあ相手の手札は腐るんでね、大丈夫です。そう。だから、ケンツゴレ捨てたなとか、例えばの話ですよ。世界大会に決勝戦があるとするじゃないですか。その時に、対象戦、剣詰めし、嬉しいことにね、俺だとするじゃないですか。1対1。次勝った方が、次勝った方のチームが、世界一。だとしますよ。これは金にします。一発受けたら金にします。その状況になった時、何を使うかっていう感じで。俺は例えばインドラとかをバンしてします。ゴーレム刺さりやすいなみたいななるじゃないですか。でも例えばそこで俺ゴーレム好きでっていうプレイヤーで、そういう勝負どころでゴーレムを持っていくプレイヤーだって分かられてたりとか、相手がここゴーレムで来るなと思ってその対策をされてたら、勝負どころでゴーレム使うケンツさんはかっこいいんだけど、それで負けたら何も意味ないし、結局満足してるのは俺だけなんだよね。チーム戦なのに俺だけなんで満足してんの。これは、トリノで一発で抑える。トリノミスったっけな。あ、トリノミスってるわ。すまん。トリノミスってる。うん。これ一発で抑えたいと。だ、このレイジが強い。で、あのね、そこで、チームメイトとしてはやっぱ勝ちたいわけだよ。ケンツのゴールとかどうでもいいねん。勝ちたいってなるわけなんですよ。だし、勝つことを目標にやってるんだよね。でそこで、変に、ああ、ケンツ優勝したけど、ゴール見たかったなとかっていうのは、その、対する、単なあなたの、その、勝手な思い込みというか、その、意見なわけであって、それを押し付けるのは俺は違うと思う。うん。だし、なんかな。まあ、例えが下手なんでちょっと、あれなになってるんですけども、まあ、そういったね、そういう、まあなんすか、なんとなく伝わりましたがね、俺がゴーレムで勝ちたいとか思ってたとしても、なんか違うかなって。それでアジア大会の時とかのダイジェストで、好きなカードはゴーレムで。本当に勝ちたい時こそゴーレムとは言ったものの、やっぱ、ああいうのってとっさに出る言葉であって、甘ったれた言葉であることもあるんです、時には。本当に勝ちたい時こそゴーレムなんだけど、本当に勝ちたい時こそゴーレムばっか使ってるプレイヤーなんて簡単に対策されるんですよ。で、対策されて、みんな言うの。ああ、ケンツデッキ相性負けたなとか。で、それで対策した方のユーザー叩くのは俺マジで違うと思う。対策した方のやつにメタんなやとかじゃなくて勝負の世界なんだから、戦略とかもあって当然なんです、対策とかも。だから本当に勝ちたい時こそゴールばっか使ってるプレイヤーなんてカモでしかないんですよ。だから、もちろんそれはありますよ。ゴールもここで出すべきタイミングだなっていうのはあるんですけども、それは、まあ俺の判断だって常に毎回使うわけじゃないと。うん。なんで、そういったところで、こう、相手の脳みそに、あいつゴーレムもあるなって思わせた時点で、それはゴーレム使いなのかなって俺は思います。うん。でね、一つ言っとくんだけど、これは。俺がゴーレム使うじゃん。例えば今使ってる。で、
まあ、どんくらいのトロフィーの人が言ってるかとか、どんくらい前とかどうでもいいんですけど、ケンツはゴーレムのゴリ押ししかできないとかね。ケンツゴレばっか。ゴリ以外使えねえみたいな。言うじゃん。うん。まあまあまあ、わかるわかるわ。まあまあまあ、そういう意見もあるんだね。その次。うん、で、他のデッキ使ったら、ケンツゴーレムから逃げたら、どういうことやねんつって、俺何を使えばいいのになるじゃん。ゴーレム使ったら、チンパン、ゴレばっか、ゴレしかねえ。他の使ったら、ゴレ浮気すんな、みたいなね。それはね、もうね、もう、バイバイだよ。もうね、そんなんね、もう、とりあえず噛みつきたいだけ。それ、かまってちゃんは、まあ、正直どうでもいいんですよ。でも、そういうコメントも、意見も多々ある。なんなのっていう感じだよね。うん。これはウッドで、ダックプリのシールド剥がして、ロケットボーイ。ダックプリの当てたかったね。で、しかもこれね、ウッドロケットでね、プリンス処理できないっていうね。それはね、下方修正。ただこれ、いい感じに防衛できました。アド取られてるんですけど、相手手札呪文腐ってるし、小物は眠してるんでね。そう。だから、別に俺怒ってるわけじゃないんですけど、その、勝手に自分のやつを押し付けてくれる人があまりにも多いなって思った。で、それに便乗して、なんかケンツゴレ使いじゃねえなとか言ってる人も多いかなって思った。うん。で、今シーズン俺結構いろんなデッキ使って、バルーンも使ったし、ジャイも使ったし、いろいろ練習した中で、ゴーレムの立ち回りを見つけてみようと思って、このデッキを使っていろいろ学ぶことに成功したっていう感じですかね。だから、そう、ただ、ゴーレで今シーズンは展開いけそうだったんで、まあ、そこは心残りであるんですけども、マルチ今後どのデッキ使っていくかっていうのはまだわかんないですね。ただでも、せっかくランバー完走したし、ゴーレムデッキっていうところもね、しっかり大事にしつつ、やっていけたらいいかなと思いますけどね。これ逆サイに移って、842なんで残り。ロケットプラスウッド2回なんですよ。で、ウッド2回も回せないんで、枯渇相手に。なんで、ここはしっかりと防衛。で、ゴリラ到達しました。で、これトルネで、ヤギゴブ処理できる。プリンスカツン入るが、ゴリラのパーンチでおしまいですよ。オッケーっていう感じの。このデッキはね、意外とね、相性はしんどい。ただ、勝てなくはない。ロケットボーイとかっていうところが重要かなっていう感じです。で、このね、問題の展開、昇格戦1回目かな。これはね、結構ね、もったいないなって思う試合ばっかでしたね。うん、まず、これ、相手に初手ヤギポンっていう、まあ、魔の呪文があって、相手に初手ヤギポンがあるんですよ。一方、ケン・ツメオ選手は、ゴールもなければ、ロケットもない。そして次のカード、ネクスト、ウッドなんですよ。ゴリ渋い。シャーナシのダクビ、ここで本当はロケットチュボーンって打ちたいんですよ。しんどすぎて、わーおってなったね。で、ここがガゴムライ。まあまあ、ここで、まあまあまあ、みたいな。コウモリで受けられてたらどうしようかなって感じ。で、ガゴムレは、ベビドレで処理すぎじゃないですか。とはいえ、俺の手札バカ渋い。これめちゃくちゃ本当にね、過去最悪の手札。で、ここでジャイ出されて、ここでゴレをケツから出したいんですよ。このランバーなんて、相手の陣地で、まあ、ギャングとかコウモリに受けられて、ほぼ無なんですよ。だけど出さないと、エリクサはもったいないんで、ポンプ立て上げてるし。もうこの時ね、もう、マジで切れそうだった。で、相手ここで三重子出してきて、まずはロケット。うん。オッケーオッケー。で、逆サイドの形作ってきたところ、後ろから、ダックプリで防衛。まあ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 と。で、これ相手ね、小島は上手いですね、このギャング。なんですが、ウッドで、まあダメージを抑えつつって感じかな。で、ダメージアドバンテージは取られたんだけど、なんとか、できたのかなって感じ。だから本来ならば、血縁に対してゴール合わせて、ランバー後ろからつけてカウンターしたら落ちるんですよ。っていうところ、ただ、俺はこの次絶対諦めてない。絶対勝ってあげるって思って、まだ諦めてないです。ただ、最初のスタートの立ち上がりは苦しいかなっていうところは分かったし。うん。で、ジャイ出してきて、相手が、これうまいね。これだってベビドラ咲いたらさ、ガゴムリで防衛できるもんね。ただ、俺は思ったわけ。あえて、ここでユニット追加せずに、ベビドラだけで溶かして、ベビドラを後ろに溜めて、相手がガゴムリ出しづらい状況を作ってやろうと。いった感じで、これ、30式固めてきたんで、ロケットを、ボカンと、かまします。で、これ一旦放置っすね。あ、ランバ出した。これも相手がガゴムリ来たら、トルネでいいやと思って。これね、美味しいガゴムリだね。で、この時に、左落ちるんですよ。なんで、一気に右特攻すれば、これ、ギャングしかないんですよ、相手手札。なんで、来たーと思って。で、相手しかもポンプ置いたんで、甘えたポンプ。
で、ここね、ギャングがマジ強い。ただ、ダクプリとかメガゴとか残って、レイジかかって、ドシャーンって感じだね。で、ここで一気に、両サイド2個折れたんで、いい感じだなと思って。で、ここで、ゴラ出して、相手ランバー。ランバーじゃねえわ、この形。で、ここを、ランバーで受けて、で、相手もイケ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 出してきたんでね、これは美味しかったですね。ゴリが押しつつの、ランバーが仕事しつつのって感じで、残り134。で、残り8秒なんですよ。で、これ相手のダメージ322で、ロケット打ち落ちるんですよ。で、相手が、あとできることって真ん中30しかないんですよ。こっちの陣地に。で、俺はここで先にロケット打ってしまった。焦って。で、これで追いつかれて、このまま持ってかれるっていう。で、ここはだから、焦らずに、まず、最後、相手があと何できるのって言ったところで、さっきジャイとか出したから、じゃあ真ん中30したよねってところで、真ん中にベビドラとか、ダクピリとか出して、一回受けてからロケットボーンだったんだよね。マジでもったいねえ。これ勝ってたら64、これ大トリだったんで、6434とかなんで、グローバルの順位も更新できたんですね、プロフィールの。でもこれ勝っても多分俺、6500まで最後まで潜り続けたんで、まあフィニッシュはどうでもいいかなって感じなんですけど、もったいないけど、最後の、両サイド持っていくやり方とかはこんな感じです。今日投げず30分だったけどまだあるぜ。あとは、いや、リプレイめっちゃいいみんな、この見して。で、次、この迫撃。で、これ確かに2倍まで待ってきたんやな。まあ、でもいいか。そうで、だから結局ゴレ使いかどうかっていう話は、まとめると、まとめれねえな。なんだろうね。まあそのみんながゴラ使ってる剣詰め書見たいってのもわかるけど、俺は別にゴラだけを使いたいわけじゃないかなってことは分かってほしい。それは今後勝っていくためにも必要だし、それはみんなに分かってほしい、そんな感じ。そう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 、ゴラはゴリ押しに見えてめちゃくちゃ難しいからね。うん、俺もねジャイ使ってて相手にゴラ使われた時はゴラゴリ押しじゃないかと思うんだけど、やられた方は、なんとに見えるんだけど、やってる方はね、やっぱ難しい。一緒。YouTube も一緒。やってる方は、じゃあ、見てる方は、言うだけ簡単よ。ただ、やってる方は難しいから、いろいろと。で、これ、焦らずに後ろから。形作って、これも逆サイ無視ですね。で、ロケット撃たれても、後出しで、ベビードル削って、ロケットバシューン。で、再び展開1か。一回後ろから、レーンを下げるというかね、作り直すのが大事です。で、これ TG5 の引き分けで、で、これはやっちゃダメなところ、もう、すぐわかるんで。もう緊張してるよね、展開、昇格戦で。で、ゴールではやっぱ行きたかった。なんで、また、どっかのタイミングでゴールでね、展開目指したいかなってもね、思ってます。ここでビードラ出したの、これおしまいです。これダメージ無視して、許容してよかった。ガゴムレ、じゃ、ギャングと、ガゴで、俺の中では、ジャイサンジュしかラバル。でも、このラバルっていうこと、俺、頭入ってなかったんですよね。これ入ってたら、今のベビドラは絶対咲かなかったんで、もうこれでおしまいですね。やっちゃった。なんで、もう、なんだろうね。ユニットあるし、エリクサーもあるからって出したい気持ちわかるんですけど、これダメだね。次、スケラ。さあ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 。そうなんやな。だから、応援してくれてる方は本当嬉しいですよ。わかるよ。そういう何の夢にデッキを使ってほしいとかもわかるけど、やっとるのはあんたちゃうからな。っていうふうに思うかな。今シーズンも、ジェンコオリーブ紹介のアムロっていうプレイヤーがいるんですけど、30C すごい得意なプレイヤーなんですけど、ペッカバルーンで展開行ったんですよ。で、環境とかもあるし、誰しもがペッカバルーン使ったら、トロ上がるかって言われたらそうじゃないと思うんですよ。だし、それでなんかタイム、ツイッターでちょっと見たのが、30室会なのになんかその悲しいですとかね。言われていく中で、いや、俺は展開行った方がすごいしなと思う。その、30室にこだわるっていうのを言い訳にして展開行けない方が俺ダセーなと思って。だから、こう、何々を極めるっていう、かっこいいっていう世界から、勝つことがかっこいいよねっていうところかなって思います。
だってこれで、あ、室戸 PO 過ぎすぎとか時とかだよ、例えば今後なんかあった時とかに、これ無視ね、なった時とかにあれですからね、三重視だけ警戒してればよかったのが、でも鉄火バルーンで展開いったしな、ってことは鉄火バルーンも使えるじゃんっていう武器になったわけなんですよ、強いでっていうことなんですよ。なんで武器は大いに越したことがない、その中でも特に三重視警戒、それがやっぱその目立った特徴かなと思います。これね、トルネ使わせてから特攻っていうのは決めてました。これゴレキング捨ててなくてもここ対処できないんで、ファルチ出したらすぐ解けるし、アイゴレ出してもすぐ解けるし、トルネ使ってもダメだったんで、だからトルネでゴレは絶対キングに捨てちゃダメ。オッケー、んーで、こうゴレ出して、これスクラなんで1個取っちゃえばキングキッドしてくんで、こっちはね安牌かなと思ったんだけど、これキング狙われるんでね、まあワンチャン危ねえといった感じなので、しっかりとユニットを抑えつつ、ある程度許容してトルネでも巻き戻してみたいなね。で、あとは残りの1733を削っていきたい。で、ここだから2体目ゴルを敵地に出そうと迷ったんですけど、やったらこのスケルトンラッシュで持ってかれちゃうんで、しっかりと防衛から、ここ大事、沼ってくときは上から出す、うん、それの負けることが多いんでね。で、しっかりと勝ち筋を潰してあげてからも、まあロケット削りかなっていうところです。うん、そうだね、 OK。 まあね、ゴレの動画久しく上げてなかったのとリプレイが多いんでね、まあだし相手もうまいんでね、みんな参考になるかなと思って、こんだけ長時間やってます。次これ、3回目の昇格戦かな。これはね、俺のミスです。ただ、途中までのね、持ってき方うまくいったんで、それを見てほしいです。さあ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 。まず、このもうちょっとね、時間がやばいんで巻いていきますか。これ、ランバー出してきて、この時点でもインタルフォグで上がったんですけど、防衛してあげてからゴレ出す。で、これ相手こう攻めてきてくれたんで、許容して受けるじゃないですか。で、これロケットのエリクサだけ残しておけば、これも相手手札やばいんで、詰まってるんで、ゴレがガンガン流れるじゃないですか。で、こう守ってあげたら、こうゴレ出して、残りこの307は相手呪文使ってくるんで、で、ここで俺芝取れない。ここの取れないが決まってれば、このダックプリいらずに、このロケットで、インドラ処理して2本目追って勝ってたんで、で、これで真ん中これやったんですけど、しかもこのダクビも最後間に合わずって感じの、惜しいよね、これで展開逃したって感じで、まあ実質展開今行ってないんだけどね、行ってないんだけど、そういう感じかなって感じです。で、あと負け試合3つと最後もレイヤー戦なんですけど、レイヤー戦は、まあ、最後のブッパが決まったかなっていう感じで、このペッカゴブガザピは一勝負けで、最後この試合はね、どうやったらこの試合に負けるのかだけ流して終わろうか。うん、そういうことだ。だから今日言いたいことは、まあ、剣詰めし、動画出してなかったけど何してたのっていうと、マルチやってたりとか、いろいろ練習してたりとかして、その中でやっぱ他のデッキ使えるように頑張っていかないかなと思ったし、やっぱ全デッキ使えるように越したことねえなっていう感じですね。このウッドね、やりたくない。これ無視でいい。無視で頑張ちが正解ですね。結局これが、これされちゃうんで。で、トルネ使って、でもダメージ入って、まあ防衛したって感じになるんですけどね。だからここで、初手のやりゴブは無視が正解。で、腹立つのが、ジャイだと思って、初手のやりゴブ無視したら、迫撃っていうパターン。それはね、マジでもう、タスクキル。なるんですけどね。何が言いたいかっていうと、展開行ってない間何してたのっていう時は、まあ、マルチやってましたと。で、今シーズンゴール頑張ってました。ゴールでいい試合とかね、いい立ち回りができたので、動画見てくださいということで、リプレイを動画にしています。その中で、ゴレ使ってる時だからこそ言うけど、ゴレ使いっていうのに、執着っていうの？何？個室？わかる感じ、個室。執念深く、あれしないでほしいかなっていうところもある。うん。もちろん得意デッキはゴレのままでいるしけど、これ相手のね、はしまいじゃいバカうめえ。ここで、俺、トルネで吸えないんすよね。まあ、吸ってたら終わってたしな。トルネの弱体はここに響いてくるね。わかんない。もしかしたら捨てるのかもしれないけど、まだ位置がわかんないですね。
ってな感じで、こうやってこっちがネギク受けない時にやられちゃうとしんどいで、そのサイクルっていうのは最初のヤギゴブにウッドを使ったとこから始まっちゃってるよって話です。まあ、そんな感じで、これ動画撮れてんだよな、ね、この間動画撮れてなくてマジかよと思っちゃったんですよ、ね、そんな感じで、まあこのリプレイ終わったらもう動画は今日の動画は終わりなんで、グッドボタン高評価とかね、まあ、一緒なんですけど、チャンネル登録してほしいんですけど、何々使いっていうところとかのね話については俺の意見はこう、うん、あのね、勘違いする人はこれで聞いて、いやそれは違うと思うみたいな、逃げんなゴーレムからとか、どのデッキ結んでも22行けとか言う人もいると思うんだけど、それは違う、ただの俺の意見だからね。あのね、 YouTube とかで発言してる人の意見をもうね神様のように捉える人が多いじゃん。正解じゃないから、一個人の意見やで、それに感化されて、それそうだって信じ込んで意見言うのは違え、ただの俺の意見なんで、もちろん賛成とかいい話を聞けましたって方もいれば、もう俺はそれは違うと思うなっていう方もいると思う。でそれをどう口に出すかも個人の自由、そこの口の出し方で大人だなこの人子供だなっていうのは差が出ると思うんですけど、ただの俺の意見を今日言ってみました。他の人はどうかは知らないし、他の人はいや俺はこれで勝ちたいとかあるのわかるかもしれないですけど、俺は最近そう思うなっていうことを、言ってみました。まあでも、例えば KK とかだと、枯渇使って、枯渇にこだわって上位いってるじゃないですか。すげえなって思います、やっぱり。そういう相性を覆せるなって思うんですけど、とはいえね、いろいろあるかなっていうところで、まあ俺の意見としてはこうです。もちろんね、どのデッキでも上位いけるように、まあ精進するっていうのはもちろんなんで、今後もね、まあ、ゴーレム含めいろんなデッキ使ってやっていきたいです。でこのね、アイコンとか、なんでゴーレムなんだ、お前ゴーレム使ってんのにとかね、言う方も多いと思うんですけど、ゴーレムは俺の原点、いつまで経っても俺の原点、原点は変わらないんで、そこをスタートにっていう意味でこういうアイコンを作っていただきました。というわけで大変大変長い動画、なんとですね42分という動画になったんですけども、リプレイとまあ俺のまあどうでもいい話かな、で やらせていただいたんですけども、よかったらねこの動画でまあ何か変わればいいかなと思います。というわけで、じゃあ今シーズンもね、張り切って頑張っていきましょうという感じで、まあ、プロリーグももちろん頑張るけど、マルチも頑張るし、生放送も考えていくんで、ね、皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。というわけで、ではまた次回の動画でお会いしましょう。おつめし。